レフ板をまだ一度も開いたことのない今話題のひょっこりはんさんにレフ板開きを初体験してもらいました。ひょっこりはんだよ。今日初めてこのレフ板でひょっこりしてみるよ。さあどうなるかな。おおひょっこりはん初レフ板は逆レフ板を気に入られたみたいで、やろうかな。これいいっすよね。これちょっといちょっといっいいっすよねって言った途端にもうやんないっす。怖い。入った最後にもう一度、今度はレフ板おじさんと二人でひょっこりしてもらおうと思ったのですが、はい、両側から二人でひょっこりするよ。3、2、1。うおひょっこりはんちょっとぶつかんなかったね今ね